アルトワーク DIY フロントバンパーグリルフィンピアノブラック化しました。前回ピアノブラックのシート安いですが購入して、リアのドア内張りのハンドルのところに貼ったのが余ったので、フロントバンパーのフィン、ここを貼ろうか貼らないか、カバーが欲しい、でも高い、お小遣い減らされた、そしたら貼ってしまえばいいじゃないかということで貼ることにしました。 R が多い部分なので、しっかりと油分を取って油性洗剤を薄めたのと、シリコンオフで脱脂しました。そして上段から貼っていきます。シートを合わせて切り目を入れて、まずは貼りやすいまっすぐの奥の部分から合わせて折り返します。折り返すところ両端以外は折り返します。そしてなるべく伸ばさずに押さえていきます。テンションはまだかけません。頑張って貼れるところはしっかりとヘラで押さえて、右端左端のところの余った部分をカッターで切って、そして下の折り返し部分も1センチちょい残してカッターできます。ちょっと粗いですが、そして保護フィルムを剥がして、ここからはイタリアのドライヤーを当ててますよ。ドライヤーを当てると溶けるように裏に貼り付いていきます。そして両端一番斜めになったところ、ここをしっかりとドライヤーで炙って、そして裏側もヘラでしっかりと押さえます。ここをしっかりと押さえないと浮き上がってきますよ。一番上ができました。同様に2段目もやっていきます。カッターで縦のフィンのところに切り目を入れて、そして奥に合わします。ということで、こっからは倍速映像になりますよ。どんどん貼れていきますのでね、見てください。早起こりなのでちゃんと貼れてるのかわかりませんけれども、一番下最後のところ奥に合わせて折り返して、そして端を切ってドライヤーを当てて押さえます。同様に運転席側のこの細い部分もやっていきます。どんどん慣れてきましたね。裏側に折り返す。そしてここは狭かったんですが、養生テープを使って型を取ってきた方が早いと思ったので型を作って切りました。どんどん早くなってきますよ。早送りをしています。1時間ちょいでできました。頑張れはできるんですね。最後の一段、お尻が冷たい、座りながらやったのでお尻が冷たいです。完成しました。ほぼ完成。下から見ないでね仕様ですが、前回貼ったフォグランプとバンパーのフィン、シートで仕上げることができました。このパーツ結構2つ買うと2万円近くするので、お小遣いがなくなったから自分で貼ってしまいました。1年持てばいいかな。ワークスレッスン。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録をよろしく。